中島裕翔初レッドカーペット。現在公開中の映画ハッシュタグマンホールが第73回ベルリン国際映画祭のベルリナーレスペシャル部門で上映され、主演の中島裕翔さんと熊切和嘉監督がレッドカーペットに登場しました。ワクワクしててしょうがないです。もう人生に一度あるかないかの、こういう素敵な機会なので、実はプサン国際映画祭でレッドカーペット歩く予定だったんですけど、飛行機のフライトの関係で歩けなくて、事実上これが人生初のレッドカーペットになるんで、楽しんでこの映画の良さを、世界の人に、届けたいなと思います。結婚式前夜、パーティーからの帰り道にマンホールに落ちて出られなくなり、スマートフォンを駆使して何とか脱出を試みる男を演じた中島さん。上映に先立って行われた記者会見では、世界中のメディアからの質問に極力英語で対応しました。Shooting for whole month in the tight and dark set was very intense. Originally, I really wanted to the role like this, so that was challenging for me. Yeah, anyway, yeah, that was really tough and mentally and also physically. Yeah.独占中島裕翔壁に大興奮。僕は今ドイツベルリンにやってきています。第73回ベルリン国際映画祭で主演映画ハッシュタグマンホールが上映された中島裕翔さん、実は目覚ましテレビのためにベルリンの街をリポートしてくれていたんです。まず1個目、こちら国会議事堂にやってきました。日本とはまた違う、もう建物がすごくおしゃれな感じで、幻想な雰囲気といいますか、やっぱその歴史を感じますよね。着きました。ここから中島さんのリポートに変化が。マンホールこれぐらいのサイズになってます。ハイスペ男は結婚式前夜、マンホールに落ちて出られなくなり、なんとか脱出を試みる男を演じた中島さん。ベルリンの観光名所にやってきても目が行くのはマンホール。ブランデンブルク門でも。すっげー。見てください、これがまさにブランデンブルク門、そしてこれがテレビ塔。ベルリンバージョンのマンホールにテンションアップの中島さんですが、今回大切な目的が。さあ、お土産屋さんにやってきましたということで、僕の数少ない共演者ナオさんへのお土産をちょっとここで選びたいなと思います。わー、何しようかな。いいですね、 T シャツもクール、パーカーも可愛いっすよ。悩んだ末に選んだのは破片が売ってる。破片ですよ、ベルリンの壁の一部。あ、これはもうここでしか買えないから、ここはもうせっかくならこれぐらい大きい方がいいよね。ちょっとこれにしようかな。気に入ってもらえるか分かりませんけど、ベルリンの壁の破片をあげたいと思います。何はともあれ、束の間の街ブラを楽しんだ中島さんでした。最後の驚いたんですけど、ベルリンの壁って売ってるんです ね、 ね、初めて見ましたね。松田で直子さんもね、喜んでくれるといいですよ ね、 ね。そして中島さんがブランデンブルク門で見つけた大きなマンホールなんですけれども、ベルリンのいろいろな観光名所がデザインされていたので、中島さんはこれは記念すべきマンホールだと、こちらにも大興奮だったそうです。続いて85万枚は